はじめまして、かぎしっぽのさちです。私は去年の2月からボクシングジムに通い、ボクシングにハマってしまい、今年プロテストを受けようと思っています。ただ私は、33歳でして、プロテストを受けれるのも今年で最後ですので、今こんな状況ですが、家でやっている、トレーニングルーティンの方を見ていただきたいと思います。どうぞ。まずは、ストレッチから始めたいと思います。次はシャドウをやっていきたいと思います。ジム練と違って汗かきづらいので、一応私はサウナスーツを着ながらやっています。暑い。次はこの紐を使って、トレーニングしたいと思います。次はタバタ式トレーニングというのをやってみたいと思います。まずはスクワットから。
に名がつくと言われているので頑張ってやっております。次はキントレです。では次筋トレやりたいと思います。私はですね、そんな多く筋トレせず、この腹筋、溝落ちの腹筋と横脇腹の腹筋を鍛えていこうと思います。次は横腹筋を鍛えたいと思います。次は、そうですね、体幹を鍛えたいと思います。それでは行きたいと思います。次逆いきます。はい、1、首を鍛えたいと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ということで、皆さんご視聴ありがとうございます。プロテスト受かるように頑張ります。ありがとうございました。